はい、おはようございます。斉藤ひとりです、この15分間シリーズは私の教えの大切な部分を15分間で何とか伝えたいなって気持ちで一生懸命話したんですけど、中には40分かかったり1時間かかっちゃってるのもあるんですけど、これからもずっとシリーズとして15分で話していきたいなって思ってます。それからこの本に神様っていう言葉が出てきますけど、宗教とは全く関係がありませんから安心してください。それと、もちろん宗教をやってる人は否定しているもんじゃありませんから、あなたの好きな宗教を楽しみながらやってて結構です。それと、ここに出てくる神様は、あなたの中に神がいる内神様ですよって話なんです。で、この内神様ってすごく便利で、お賽銭も全然いらないし、本当に内神様にお礼したくなったらね、あなたの好きな美味しいもん食べるとか、素敵な服買うとか、それがね、神様に対するお礼だっていう、本当に便利な神様ですから、一回楽しみながら聞いてみてください。よろしくお願いします。あ、追伸です。できたらこのテープはね、10回聞いてください。10回聞くと大体よくわかると思います。よろしくお願いします。斉藤ひとりさんの書籍、15分間シリーズ。タイトルが神様に上手にお願いする方法。はじめに、今から話すことは信じなくてもいいんですよ。とても信じられないような話だと思いますけれど、この話を知っているだけであなたの心は随分と楽になると思います。たった15分間で読み終わってしまうお話ですが、この15分間であなたが今まで長年抱えてきた悩みがひょっとすると消えてしまうかもしれません。それで自分のことが好きになるし、周りの人のことも大好きになる。毎日が生き生きして、人生がとびきり楽しくなる話なので、よかったら聞いてくださいね。斉藤ひとり。本文。人は何度も何度も生まれ変わる。突然ですが、あなたは前世とか来世とかいう言葉を聞いたことがありますか？前世というのはあなたの今回の人生の前の人生のこと。来世というのはあなたの今回の人生の次の人生のこと。あなたは今回の人生で亡くなってしまうと、人生もうおしまいだと思っているかもしれませんね。でもね、そうではないのです。肉体はなくなっても、魂かっこ心がなくなることはありません。今回の人生で寿命が来て亡くなると、あなたは天国へ行きます。そして天国で新しい体に変えてもらって、その新しい体でまた次の人生が始まるのです。こうやって人は何度も何度も生まれ変わっているのです。初めて聞いた人はとても信じられないでしょう。でもね、これって本当のことなんですよ。このことを基本とした上で、ひとりさんの話の続きを聞いてくださいね。本文。人は何度も何度も生まれ変わる。突然ですが、あなたは前世とか来世とかいう言葉を聞いたことがありますか？前世というのはあなたの今回の人生の前の人生のこと。来世というのはあなたの今回の人生の次の人生のこと。あなたは今回の人生で亡くなってしまうと、人生もうおしまいだと思っているかもしれませんね。でもね、そうではないのです。肉体はなくなっても、魂かっこ心がなくなることはありません。今回の人生で寿命が来て亡くなると、あなたは天国へ行きます。そして天国で新しい体に変えてもらって、その新しい体で
また次の人生が始まるのです。こうやって人は何度も何度も生まれ変わっているのです。初めて聞いた人はとても信じられないでしょう。でもね、これって本当のことなんですよ。このことを基本とした上でひとりさんの話の続きを聞いてくださいね。魂の成長のために人は何度も生まれ変わる。なんで人は何度も何度も生まれ変わるんですかっていうとね、それは魂の成長のために生まれ変わるんです。人は生まれ変わるたびにいろいろなことを経験して学んでお利口さんになっていきます。何かいいことをしたときに、こういうことをすると人から喜んでもらえて自分も嬉しくなるんだなっていうことが分かり、よし、ますますこういうことをしていこうと学ぶこともあります。その反対に、何かの弾みで悪いことをしてしまったときに、こういうことをすると人から嫌われて自分も悲しくなるんだなっていうことが分かり、こういうことは二度とやめようと学ぶこともあります。いいことも悪いことも自分で経験してみなければ本当に心に腑に落ちることはありません。ですから、経験というのはどんな経験であってもあなたの成長に大きく役立っているのです。そして一つ経験して学ぶたびに、あなたの魂のステージというのはぐんと上がっているんです。ここまでわかりましたか？さて、話のポイントはこれからですよ。究極の魂の成長とは、自分が神であることがわかる。私たちはいろんな経験をして、その経験から学び、魂のステージが一つずつ上がっていきます。では、行き着くところ、究極の魂の成長とは何でしょうか。それは、自分が神であることがわかる。自分の中に神様がいることに気づくことです。神様というと、多くの人は天にいるものだと思っていますよね。ですから、叶えたいことがあると、一生懸命天に向かってお祈りするでしょう。または何か困ったことがあるときに、空を見ながら、ああ、神様と拝んだり、すがったりします。ところが、もっと近いところに神様というのはいるのです。あなたの中に神様がいるのです。ちなみにこれを内神様と言います。後ほど詳しく説明します。こういうことを話すと、多くの人はとても信じられないと思うでしょう。こんなダメな自分の中に神様なんているはずがない。そう思う人がほとんどだと思います。でもそう思っているあなたの中にも神様というのはちゃんといて、今もあなたを見守っているのです。そして自分は神であると気づいた時から、魂の成長は大きく飛躍を遂げていくのです。魂のステージが上がれば上がるほど、あなたが思い悩んでいたことが一つ一つ消えていってしまいます。例えば、日常生活の中の人間関係の問題やお金の悩み、そういったものが不思議と解決できるようになるのです。ですから、魂のステージが上がるほど、あなたの人生は楽で楽しくなる。早く魂のステージを上げてしまった方がお得なのです。魂のステージを飛躍的に上げるには、自分が神だと気づくこと。これが一番手っ取り早いのです。
でもやっぱり私の中に神様がいるなんてとても信じられない。そう思うあなたの気持ちもわかります。そういう人にとっておきの方法があります。今からお話しする魔法の言葉を言っているだけで、あなたは自分の中に神様がいるということを信じられるようになるんですよ。私は神です。あなたも神です。みんな神です。私は神です。あなたも神です。みんな神です。この言葉を朝起きた時に10回ぐらい言ってみてください。この言葉を言えば言うほど、だんだん自分が神であるっていうことに気がついてくるんです。自分が神だということに気がつくと、あなたの人生は劇的に変わります。私の中に神がいる、だから私も幸せになることができるんだと信じることができるからです。例えば今まで病気がちだった人は少しずつ健康になっていくでしょう。今まで仕事がうまくいかなかった人は、周囲がびっくりするほど仕事ができる人に変身してしまうかもしれません。今まで誰にも愛されたことがない人は、あなたを愛してくれる人がちゃんと出てきます。そういうふうに、あなたが今まで味わったことのない良きことが少しずつ少しずつ起こってきます。そしてその良きことは徐々に加速していきます。そう、あなたが私は神で、あなたも神なんだと信じれば信じるほど、あなたの人生に良きことが連続して起こるようになるのです。きっと今までの自分だったらすぐに諦めてしまったり、勇気がなくて最初の一歩が踏み出せないことってあったでしょ。でも私の中に神がいる、自分にはできないけど神にはできると思うようになると、どんなことでも楽しく挑戦できるようになってしまうのです。だから自分は神なんだと気づくことってものすごいことなんですよ。とてつもないパワーをいただくようなものなのです。内神様は子機のようなもの、本体の外神様とつながっている。あなたの中に神がいるんだよ。こう言ってもなかなか信じられない人はきっと多いことでしょう。なぜなら神様は外にいて、それに向かって拝むものと小さい頃から教えられてきた人が多いから。神様という存在がいると信じている人も、天にいる神様を信じていて、それを心の拠り所にしてきた人がほとんどではないでしょうか。だからあなたの中に神がいると言われてもいまいちピンとこないのはもっともなことだと思います。それから自分の中に神様がいるのなら、みんなが天に向かって拝んでいる神様は何なんですか？神様っていう存在は一人しかいないんじゃないの？と疑問に思う人がいるかもしれません。そのことを今からできるだけ分かりやすく説明したいと思います。まず基本的な考えとして、神様には2種類あります。一人目が外神様。外神様はこの世を創造してくださった大元の神様で、宇宙の中心になっている神様です。これを天の中心に一つだけ存在する絶対神ということで、日本的に言うと雨の水かぬし様と呼びます。雨の水かぬし様のことは大元の
でっかい霊ということで大霊とも言います。またアラーと呼ぶ人もいるし、ヤファウェイと呼ぶ人もいるし、大日如来とかルシャナ仏と呼ぶ人もいます。呼び方はいろいろですが、どれも大元の神様のことを言っているのです。雨の皆神主様は私たち人間一人一人に分け身玉というものをくださっています。この分け身玉のことを真我とか超意識と呼ぶこともあります。そしてこの分け身玉のことを内なる神として内神様と呼んでいるのです。内神様は言ってみれば電話機の子機のようなものです。私たちは自分の中にいる内神様子機を通じて宇宙の中心の神様本体とつながっているのです。地球上の人一人一人をすべて見守るために内神様を備えつけた。なぜ神様は私たち一人一人に内神様を備えつけたのですか？そう思うでしょう？そのことを説明しましょうね。神はすべての人間の魂をもっともっと成長させたいと願っています。しかし、この地球上にはたくさんの人がいますよね。大元の神は一人ですから、一人で大勢の人をずっと見ていることはできません。ですから、自分の分身である小さな神様を一人一人の中に備えつけたのです。そしてその人が困った時や願いを叶えたい時に、いつでも内なる神様がその人に力を貸してくれるようにしてくださったのです。あなたの願いを叶えてくれるのは内神様。今まであなたは何か願い事が叶うと、天の神様、かっこ外神様が叶えてくれたんだ、と思っていたことでしょう。しかし、実はあなたの願いを叶えてくれたのは、あなたの中にいる内神様だったのです。あなたがこのことを叶えたいと強く強く思っていると、ある時、内神様にその思いが到達することがあります。そうすると、内神様があなたの願いにエンジンをかけてくれるのです。そしてあなたにとって最高のタイミングで願いが現実になるようになっているのです。さて、ここで大切なポイントです。内神様にお願いするときにはちょっとしたコツがあります。それは、なりたい状態になったつもりで感謝するということです。簡単に言うと、幸せになりたい人は、私はとっても幸せです。感謝しています。と願うのがコツなんです。今、あなたが不幸だろうが、大変な状態だろうが、そんなことは関係ありません。なりたい状態になったつもりで感謝していると、内神様と通じる魔法の扉がすっと開いてしまうのです。もうちょっと詳しく説明しましょうね。例えば、ずっと病気がちで、なんとか健康になりたいと思っている人がいるとします。この人が、私をどうか健康にしてくださいとお願いしたとします。このお願いの仕方だとダメなのです。健康にしてくださいということは、私は今病気ですという思いを発信したのと同じです。つまり自分の発信した思いを内神様は叶えてくれるので、この場合は叶うのが病気が重くなるという状態になってしまうのです。
ですから病気の人が健康になりたい場合は、病気が治りました、感謝していますとか、健康にしていただいてありがとうございますとか、健康になったつもりでお願いする。そして病気が少しでも良くなったら感謝する。また少し良くなったら感謝する。この繰り返しをしていると、病気はだんだん良くなってしまうのです。これは他のことにも言えます。豊かになりたい人は、豊かになりました。ありがとうございます。と願えばいいのです。仕事を繁盛させたい人は、仕事が忙しくなりました。ありがとうございます。と願えばいいのです。どんな願いでも、すべて同じお願いの仕方で大丈夫なんです。これがコツなんです。わかりましたか？内神様へのお願いは、最後に言ったことで決まる。内神様にお願いするには、なりたい状態になったつもりで感謝することが大事だとお話ししました。さらに、とっておきのコツをお話ししましょう。お願いする言葉は、最後に言ったことが大事なのです。最後に何を話すかで、あなたの発信する願いは変わってきてしまうのです。例えば、部長がガミガミうるさく言うんですとずっと思っていると、ガミガミうるさく言うという思いが発信されて、あなたの部長はますますガミガミ言うでしょう。ところが部長が10倍うるさく言っても、私は全然平気ですと思うとどうでしょう。内神様は全然平気ですという現実を叶えようとするのです。その結果、あなたの心はなんだかとても落ち着いて、平気な顔をして会社に通えるようになるかもしれません。部長は平気な顔をしているあなたにガミガミ言いづらくなるかもしれません。もしくは、あなたが他の部署に移動して部長と別れられるかもしれません。とにかく、私は全然平気ですに伴う現象が起こってくるのです。これは例えてみるとタクシーと同じです。タクシーに乗って運転手さんに東京駅に行ってくださいとお願いしたら、運転手さんは東京駅に向かってタクシーを走らせますよね。ところが東京駅に、あ、やっぱり新小岩へ行ってくださいとお願いしたら、あなたが最後に言った新小岩へ向かって運転手さんはタクシーを走らせるでしょ。最後に何を言うかでその人の運勢は決まってくるのです。最後にどんな言葉を放つかを内神様は聞いているのです。願いが内神様に到達するのがどんどん早くなる。内神様に上手にお願いして、それが何度も叶うようになると素晴らしいことが起こります。願いが到達するハッピーロード、かっこ道のようなものがあなたの中にできてくるのです。そうなると願い事が叶うスピードがどんどん速くなります。これを加速の法則と言います。ちなみに、ひとりさんの中にも、願いが到達するハッピーロードはしっかりできていて、年々願いが叶うのが早くなっているのを感じています。例えば、昼間にふとこうなりたいなと思ったことが、その日の夜には叶っていたりすることがあります。実は、納税日本一になりたいと思った日もそうでした。ある日、ふと、俺、納税日本一になりたいな、と思ったことがあります。その日の夕方、ラーメン屋さんでラーメンを食べていたら、そのお店のテレビにニュースが流れました。そして、納税1位は、江戸川区の
斉藤ひとりさんですと自分の名前が発表されたのです。これにはもうびっくりしました。あんまり驚いたのでラーメンを半分残してしまったくらい。そのくらい願いが叶うのが早くなってしまったようなのです。多分ひとりさんの場合は普段からハッピーなこととか自分を機嫌よくすることをずっと考えています。仕事で何かトラブルが起きようと、このことからはなぜかいいことしか起きない、人間関係で問題が起きようと、このことからはなぜかいいことしか起きないと、何が起こってもプラスに捉える癖があるのです。幸せな気持ちで心が満たされていると、内神様はものすごいスピードで願いを叶えてくれます。あなたの願いを1秒でも早く叶えるために、幸せな気持ちで心をいつも満たしておいてくださいね。自分の心の中にいる神様に本当ですかと聞いてみる。私は何か欲しくなった時に必ず自分の中にいる神様に、それって本当ですかって聞く癖をつけています。自分の中にいる神様に聞いてみると、自分の本当の気持ちがわかるんです。あ、これは本当に欲しいんだとか、これは本当に欲しいんじゃなくてあの人が勧めているからだとか、世間一般ではお金持ちになったらビルを建てるものだって言われているけれど、俺はいらないなとかいうふうに。例えばあなたが家を買いたいと思っていたとします。湖の近くですごく広い庭があってね、3階建てで部屋はこのくらいあって、そういうふうにいろいろ夢を膨らませてそれを願っていたとします。その夢は夢で素晴らしいものです。でも一度、私は本当にそういう家が欲しいんでしょうかと自分の中にいる神様に聞いてみるといいかもしれません。そうすると、湖の近くに住むよりも都心で駅の近くの方が今の仕事に通いやすいなってことが分かってきたり、広い家だと掃除が大変だよな、マンションの方が便利かもしれないって分かってきたりするのです。あなたが夢を描いた時にそれがなかなか叶わない場合は、願っているものが自分が本当に欲しいものではないということがあります。本当に住みたいところはどこですかとか、本当に私が欲しいものは何ですかって自分の心の中にいる神様に、本当はどうですかって聞いてみる。そうすると、本当に自分の欲しいものが分かってくるものです。例えば、私がお金持ちになったら毎日フランス料理のコースが食べたいっていう人も、本当にそれが食べたいですかって聞いてみるといいでしょう。ちなみにフランス料理のコースはフランス人だって毎日は食べていませんよ。フランス人だって夜はスープとフランスパンだけとか、案外あっさりしたものを好んで食べていたりするものです。本当ですかって考える癖をつけると、フランス料理は3ヶ月に一度にして毎日食べるなら鮭定食がいいなというふうに、あなたの本当に望むものが分かってくるかもしれません。心配の波動を出していると内神様と通じにくくなる。何かを常に心配している人っていますよね。そのうちきっと悪いことが起こるんじゃないかないかなと思って常にビクビクしている人がいます。心配をすることはそれほど悪いことだと思われていませんが、私はできるだけ早くやめた方がいいと思います。人の思いには愛と恐れ、心配の
2種類しかありません。愛のあることを考えているときは心配は忘れているものです。心配なことを考えているときは愛のあることは考えられません。そのどちらを選ぶかは本人次第ですが、実は心配性が癖になると、あなたの中にいる内神様と通じにくくなってしまいます。人は常に心配をしていると、心配の波動というものが出ています。内神様にはその人が強く発信したことを現実にするというルールがあるので、現実に心配しなければいけない出来事が増えていきます。そしてますます心配する時間が多くなるという悪循環に陥ってしまうのです。どうかこのことに早く気づいてほしいのです。実は地震などの天変地異も人々の心配の波動が関わっているのです。もちろん地震が起こるのはそれだけの問題ではありませんが、みんなが心配の波動を出すのをやめて、安心の波動を一人一人が発信するようになると、地震が起こっても震度が小さくて済むということも考えられます。それだけ人が出している思い、想念は大きいのです。自分もみんなも幸せになるためにも、余計な心配はやめましょうね。いいことをすればいい気持ちになり、悪いことをすれば嫌な気持ちになるのは、内なる神からの合図。こう言っても自分の中に神がいると信じられない人のために、とっておきの話をしましょう。あなたが何かいいことをしたときに、自分の心の中に何とも言えない心地よさが広がっていくことがありますよね。これはあなたの中にいる内なる神が、いいね、いいね、それいいねと喜んでいる合図です。その反対に、あなたが何か後ろめたいことをしたり、人を傷つけるようなことをしたときに、なんだか嫌な気持ちがずっと後を引くことはありませんか？これはあなたの中にいる内なる神が、ダメダメ、神的な生き方と違う方向に行っていますよと残念がっている合図なのです。このように内なる神はどんな時でも私たちを見守っています。そして私たちがしたことに対して、いいねとか違うよとか、心にちゃんとメッセージを送ってくれているのです。ひとりさんの教えは大好きだけど、内神様は信じられない。自分に自信がなくて、自己重要感、自分は大切な人間だと思えない人ほど、自分の中に神がいるということが信じられないかもしれません。そんなあなたのために素晴らしいエピソードをお話ししましょうね。福岡県で丸勘の特約店をやっている向井ちゃんという女性がいます。向井ちゃんはひとりさんの教えが大好きで、ひとりさんが勧めることは何でもやってきたという実践者です。そんな向井ちゃんがたった一つだけどうしても信じられないことがありました。それは、自分の中に神様、内神様がいるという教えです。こんなどうしようもない私の中に神様なんているはずがない、そんなふうに内神様の存在を否定する思いが消えず、どうしてもどうしても信じられなかったそうです。そんな向井ちゃんに
私はこんな話をしました。向井ちゃんは内神様のことを信じられないよね。もちろん信じられなくてもいいんだよ。でも俺が一つ言えるとするならば、自分に奇跡を起こして幸せになりたいと思うのなら、自分の中にいる神様、内神様と仲良くするしかないんだよ。俺も自分の中にいる神様のことをずっと信じてきたから成功できたんだよ。向井ちゃん、もしもね、自分が内神様と仲良くして奇跡を起こそうって覚悟を決めたら、こう言ってごらん。私は神です。あなたも神です。みんな神です。これを朝起きたら10回言ってごらん。向井ちゃんをますます幸せにしてくれる魔法の言葉だよ。私がこの話をしたときに、向井ちゃんは何も言いませんでしたが、心の中に何かがストーンと音を立てて落ちたような気がしたそうです。ずっと自信が持てなくて、心はいつも不安定で、大嫌いだった自分。でも、そんな自分の中にも内神様はちゃんといたのかもしれない。内神様のことを疑ったり否定してきた自分だけれど、こんな私でも内神様は見守ることをやめずにずっと守ってきてくれた。そう思ったら、ごめんなさい、ごめんなさいと涙があふれるようにこみ上げてきたそうです。その瞬間から向井ちゃんは覚悟を決めました。今日から自分にいっぱい言おう。私は神です。あなたも神です。みんな神です。内神様を信じて大嫌いだった自分を変えてみよう。こう強く思ったそうです。心でそう決めた途端、現実は驚くほど早く動き出すものです。内神様が、そう、それでいいんだよ、と応援してくれるかのように、向井ちゃんの奇跡はすぐにやってきたのです。向井ちゃんは、自分のお店のお客さんたちに内神様のことを話すと、ある一人の女性が深く感銘を受け、この魔法の言葉を何度も何度も言い始めました。このお客さんは乳がんを患っていたのですが、自分の中の内神様に向かって、私は神です、あなたも神です、みんな神ですと言い続けたそうです。すると彼女はみるみる体調が良くなっていったそうです。彼女が短期間であっという間に元気になったのを見て、向井ちゃんのお店にはたくさんのお客さんが押し寄せるようになりました。内神様を信じたことで、向井ちゃんのお客さんは爆発的に増えていったのです。こんなに汚い格好をしていたら内神様に申し訳ない。向井ちゃんが内神様を信じたことで起こった奇跡は商売に限ったことではありません。実は向井ちゃんはメイクやファッションなど自分の外見を磨くことに対して興味を持ったことは一度もなかったそうです。ところが内神様を信じるようになったとき、向井ちゃんの心の中にはこんな思いが湧き上がってきました。こんなに汚い格好をしていたら内神様に申し訳がない。自分の中に神様がいるのなら、その神様に喜んでいただけるような格好をしていたい。自分のことを愛し、外見も中身ももっともっと磨いてあげようと生まれて初めて思ったそうです。向井ちゃんはメイクの本を買ってそれを熟読し、化粧道具をいろいろ揃えました。そして買ったことも触れたこともないような初
華やかな服を買いに行ったそうです。レザーのショートパンツに真っ白いジャケット、ヒールの高いブーツ、ライトストーンがキラキラ光るブレスレット、きれいにメイクして華やかな服をコーディネートしてお店に行くと、向井ちゃんのお客さんはものすごくびっくりしたのだとか。向井ちゃん、別人かと思ったよ。びっくりするほど綺麗になったね。10歳ぐらい若返ったんじゃないの？とみんなが口々にとても喜んでくれました。向井ちゃんはお店で人と会うことが楽しくてたまらず、はつらつと生きている自分がいつの間にか大好きになりました。向井ちゃんは内神様を信じるようになったことで、仕事もプライベートも劇的に変わったのです。向井ちゃんのように自分に奇跡を起こして幸せになりたいと思うなら、あなたも自分の中にいる内神様を信じ、内神様と仲良くすることが一番手っ取り早いのです。あなたの周りにいる人全員が神なんです。ちなみに自分だけが神だと思っちゃダメですよ。あなたの周りにいる人、親とか子供とかパートナーとか友達とか上司とか同僚とか、みんな神なんです。人は全員が神なんです。そこに到達すれば、あなたの人生は劇的に変わっていきます。例えばあなたが車を運転しているときに、パッと割り込む車がいるとしますよね。普段だったらあなたは、チェ、嫌なやつだなぁと思って、イライラしたり頭にくるでしょう。でも、無理に割り込む人も神なんです。何かの理由があって、割り込みしたい神なんですよね。仕事に遅刻しそうでものすごく急いでいたのかもしれないし、病気の子供が待っていて急いで帰りたかったのかもしれない。どんな理由があるかわからないけど、とても急いでいる神だった。そう思った時、あなたの心はふっと楽になりませんか？割り込みしてきた神を許そう、そんな気持ちになれると思うのです。これはすべてのことに言えることです。あなたにガミガミ言ってくる上司も、あなたに意地悪をするお姑さんも、あなたと反りが合わないママ友も、あなたを毎日イライラさせるパートナーも、みんなみんな神なんですよね。そう思ったとき、あなたはふっと楽になる。相手にちょっとだけ優しくなれる。その思いこそがあなたの魂の成長の始まりなのです。その人は最高の判断でその行動を選んだ。人はもともとが神なんです。ただ成長途中の未熟な神なんです。未熟だから人から見たら、それって間違っているよっていうことを平気でしてしまうことがあるかもしれない。でもそれをやった人はその人なりの最高の判断でやっているんです。例えばあなたの前に割り込みをした車の人も、あなたから見たらそんな危ない運転間違っていると思うことでしょう。でも割り込みをした人は自分にとって最高の判断で割り込みをしたんです。その人はそういう運転を続けていると、次に割り込みをしようとした時にパトカーに捕まって罰金を取られるかもしれません。そういうことが起きて初めて、その人は、ああ割り込みしちゃいけないんだなとしみじみ腑に落ちて、そこから学ぶのです。ですからどんな出来事も本人が経験してみないと学びにはなりません。あなただって
昔なんであんなバカなことをしちゃったんだろうって思うことってあるでしょ。タイムマシーンがあったとしてその時に戻ってみると分かりますが、その時の自分はそれしか判断ができないんです。最高の判断でその決断をしたのです。その最高の判断で実際にやってみると手痛い失敗をすることもあります。そうするとこれじゃあダメだ、次はやめようっていうデータが脳に入っていくのです。経験の一つ一つがデータになるから、次に同じようなことが起きた時、もうちょっと利口な判断ができるようになっているのです。チャレンジャーかっこ学ぼうとしている人がいたら温かく見守る。あなたの周りでお金のことで困っている人はいませんか？お金が入ってくるとギャンブルをやったり、キャバクラに通ってあっという間に使ってしまったり、またはすぐに人から借金をしてそれが返せなくなってしまったり、そういう人を見るとあなたは困った人だなぁとため息をつきたくなるでしょう。でもその人はお金に困っているのではありません。お金のことを学びたい神なのです。言ってみればお金に困っている人ではなくて、お金の修行をしているチャレンジャー、かっこ学ぼうとしている人なのです。身内にそういうチャレンジャーがいるとついついかわいそうになって、今回だけは助けてあげようとお金を出してあげようとする人がいます。しかしそれが間違いなのです。その人はお金の修行の真っ最中なのです。あなたがお金を出してしまうとその人の修行は途中で止まってしまいます。するとその人はまた別のことでお金を使い果たすようなことをするでしょう。なぜなら修行というのは自分でちゃんと学んで気づきを得ない限りその人について回るようになっているのです。わかりやすい例を出してお話ししますね。私の知り合いに仲の良い姉と弟がいたのですが、弟さんの方がある時からギャンブルに狂うようになりました。自分の貯金を使い果たすと借金をしてまでギャンブルを続け、借金が返せなくなるとたびたびお姉さんにお金を借りに来るようになったのです。お姉さんは借金取りに追われる弟を哀れに思い、お金を工面しては何度も何度も弟を助けました。この姉と弟はその後どうなったと思いますか？弟はますますギャンブルにのめり込み、借金は多額に膨れ上がりました。そしてお姉さんの方も借金の返済に追われるようになり、働きすぎて体を壊したり金融会社とのトラブルに巻き込まれたりと、次第に運勢が悪くなっていったのです。このお姉さんは何度も弟を助けたのですから優しい人だったのでしょう。そして弟を助けようとしたことは人としていいことをしたように思えます。しかし神的に見るとこれが間違いなのです。神様は本人がやるべき修行を他の人が邪魔することを嫌います。そしてそれを続けていると自分の修行から逃げた人も、また人の修行を邪魔した人も、両方の運勢が悪くなってしまうのです。お姉さんは弟が借金取りに追われていたとしても手出しをしてはいけません。弟は自分がやったことに対してちゃんと責任を果たせる人間だと信じて、弟はいい修行をしているなと気長に見守ることです。
そして弟さんが修行の結果どんな状態になったとしても、お姉さんは自分が幸せになることをやめてはいけません。私たちは幸せになるために生まれてきたのです。幸せになることは権利ではなくて義務なのです。家族や兄弟がどんな状態になったとしても、自分一人だけでも幸せになることです。そうすれば不幸な人が二人にならずに済みます。そうすることが神的に言うと正解なのです。子供はお母さんを通して生まれた神、子供というのはお母さんを通して生まれた神です。ですから本当は親のものではありません。子供はその親を選んで生まれてきただけなのです。そのことが分かっていないと、親というのは子供を私物化してしまいがちです。自分の思った通りにならないと子供に対してものすごく怒ったり、子供のことをコントロールしようとしたり、子供がやりたがっていることをそんなことしちゃダメよと何でもかんでも押さえつけようとするのです。親は子供より経験があるので、そんなことをすると失敗するとか、そんなことをすると苦労するというのがわかるんですよね。でも子供はそれをしたいのです。失敗したとしても苦労したとしても、それを経験したいのです。親が子供に教えなくてはいけないのは最低限のマナーだけです。例えば、車の窓から物を捨てちゃいけないよとか、弱い者いじめはしちゃいけないよとか、あとは子供に何でも経験させて、その経験から学ばせる。それが神的な子供の育て方です。子供の欲求をずっと抑えつけていると、思春期になったあたりでドカンと爆発します。経験したいのにさせてくれないというジレンマが爆発するのです。その爆発が外に向かうときは親に対して暴れたり怒鳴ったりします。その爆発が家に向かうときは引きこもりになったり精神的な病気になることもあります。どちらも自分に経験をさせてくれない親を困らせたいという思いから起きていることです。ですから親は子供の経験したいという欲求を何でもかんでも押さえつけてはいけません。この子はそれが経験したい神なんだと思って何でも経験させてやることです。その経験で子供が失敗しても苦労することになってもいいのです。どんな経験もすべて糧となって、その子の魂の成長に役立つことになるのです。どんな悩みにも必ず答えがある。あなたが過去を振り返ったときに恥ずかしくなるようなバカなことをしてしまったとしても、あなたの魂を成長させるためにそのバカなことは必要だったのです。人間の世界では失敗とか成功があるように言われていますが、魂的な世界では失敗というものがありません。どんなに恥ずかしいことでも、どんなにバカなことでも、その人が死ぬ前に振り返ってみると、ああいい経験したな、あのようなことがあったから俺は成長できたんだと思うようになっているのです。あなたは今辛いこととか苦しいこととかどうにもならないことで悩んでいるのだとしたら、その出来事もあなたが生まれる前に自分で選んできたことです。今回はこれとこれを乗り越えて魂を成長させようというふうに例えてみると、専門学校の学生さんが好きな科目を選んで専門的に勉強するように、悩みも自分が好きなものを選んで
それを専門的に修行するようになっているのです。ちなみに悩みというのは一つの条件のもとに作られています。それは自分が解決できるものを選ぶというルールです。ですからあなたが今悩んでいることは絶対にあなた自身で解決できるものです。神様は答えのない問題を絶対に出しません。例えばどんな学校の入試試験でも答えっていうのは必ずあるように作られています。この問題の答えは永遠にありませんでしたっていう問題を出したら受験した人はみんな怒ってしまうでしょう。それは入試試験ではルール違反なのです。それと同じで自分に起きた問題は絶対に答えがあるのです。最高の答えは自分で知っているけれど心の奥にうずもれている。悩みに対する最高の答えは必ず自分で知っています。答えは自分で知っているけれど心の奥にうずもれていると言ったらいいでしょうか。その答えを掘り起こすのがあなたの役目です。答えの掘り起こし方としてこんなやり方があります。最近新小岩のひとりさんファンの集まるお店ではこんなことをやっているんです。お客さんの誰かがひとりさんに相談があるんですって言うとしますよね。その悩みをみんなの前で話してもらってその場にいるお客さんたちにその問題が自分だったらどうする?二度と起きない方法を考えてねって言うんです。それでその場にいる全員に自分なりの解決策を一人ずつ答えてもらうんです。それで最後に相談してくれた本人にもし他の人に同じことを相談されたらあなたなら何て答えますかって言うとそうですねってその人なりの答えを言うんです。ここがポイントなんです。本人が最後に自分で言った解決法がその人の悩みの最高の答えなのです。だってその解決法って自分ができないことは絶対に言わないはずです。その人が一番やりやすいことを言うはずなんです。それがその人にとって最高の解決法です。そしてその最高の解決法はその人の心にうずもれていたことです。自分が生まれる前にこの悩みが来たらこうやって乗り越えますと神様と決めてきたことなのです。先日ある高校生の男の子がこんな質問をしてくれました。自分は学園祭のリーダーになりました。ところがみんな自分の指示に全く従ってくれません。だから今は学校に行っても辛くてしょうがないんです。僕はどうしたらいいのでしょうか。この質問に対してその場にいた全員にこの問題が二度と起きない方法を答えてくださいと一人ずつ発表してもらいました。ある人はそんなに苦しいのならリーダーを降りたらどうでしょうと言いました。またある人は指示に従わない生徒一人一人と話し合いをしてみたらどうでしょうと言いました。他にもいろんな意見が出ましたが最後に質問をしてくれた高校生の男の子にもし君が他の人に同じことを相談されたら何て答えますかと聞いてみました。するとその男の子はこう答えたのです。僕だったらみんなが指示に従ってくれなくても今のままもうちょっとリーダーを続けてみます。この答えが質問してくれた男の子にとって最高の答えなのです。
魔法の言葉でもうずもれていた答えが掘り起こせる。また別の方法もあります。それは今回あなたにお教えしたあの魔法の言葉を何度も言うことです。私は神です。あなたも神です。みんな神です。この言葉を何度も何度も言っているうちに、ある日ふと、ああこうすればいいんだというひらめきのようなものが来るかもしれません。そのひらめきこそがあなたにとっての最高の答え、あなたの悩みを解決してくれるものとなるでしょう。大変な定め、かっこハンディを持って生まれてきた人は、それを乗り越えるだけの強いパワーも持っている。最後にとても大切なことをお話しします。悩みやトラブルが多い人っていますよね。例えば、生まれた家が貧乏だったり、体が弱くて病気がちだったり、問題ばかり起こす兄弟がいたり、親が蒸発してしまったり、親や兄弟から虐待を受けて育ったり、そういう定めのもとに生まれた人はきっとこう思うはずです。自分はなんでこんな環境に生まれてきたんだろう。しかし、そういう大変な定め、かっこハンディを持って生まれてきた人というのは、実は神様が素晴らしいものを備えつけてくれているのです。それは、問題を乗り越えるだけの強いパワーです。例えば、100の大変な定めがある人だとしたら、実は100のパワーというものを持っています。そのパワーを出し切ると、プラスマイナスゼロで相殺され、大変な定め、かっこハンディというものはなくなってしまいます。また、パワーというのは、出せば出すほど拍車がかかって磨かれていきますから、強いパワーを仕事にぶつければ、成功する可能性も大きくなります。ちなみに、大きな成功を収める人は、大変な定めを持って生まれた人が多いものです。例えば、松下幸之助さんは、生まれた家が貧しい、小学校しか出ていない、体が弱かった、など、普通の人に比べて大変な定め、かっこハンディをたくさん持っていました。しかし、松下幸之助さんは自分に強いパワーが備わっていることを知っていたのでしょう。松下幸之助さんはパワーを出し切るためにも自分の持っていた大変な定め、かっこハンディをすべて自分の得になるように考えていったのです。貧しいからこそうんと豊かになろうと思ったとか、学校を出ていないからこそ学ばなきゃいけないと思っていろんな本をいっぱい読んだとか、自分の体が弱いからこそ下の人をたくさん育てて仕事を任せようと思ったとか、そういうふうに自分の得になるように考えているうちに、持って生まれたパワーというのはどんどん出るようになるのです。また今回あなたにお教えした魔法の言葉を言っているうちに、自分の中にとてつもないパワーがあることに気づくようになります。私は神です。あなたも神です。みんな神です。この言葉を言っているだけで、あなたの中で眠っていたパワーが起こされて、そのパワーがじゃんじゃんバリバリ出せるようになるのです。しかし、多くの人はこのことを知りません。ですから、自分が大変な定めを持って生まれると、なんで自分ばっかりこんなに苦しい思いをするんだろうとか、他の人はあんなに恵まれているのにとか、
自分の人生を呪い、人のことを羨みます。そして自分の人生に対して諦めが強くなっていきます。そうすると、せっかく強いパワーを持っていたとしても、自分にパワーがあることにすら気づきません。せっかくのパワーを発揮することなく、辛い状況のまま人生が終わってしまうのです。私たちは問題を解決するために生まれてきた。神様は私たちを苦労させるためにこの世に出したのではありません。どんな人でも幸せにするためにこの世に出したのです。私たちは問題に苦しむために生まれてきたのではなく、問題を解決するために生まれてきたのです。私たちは自分の人生を本気で変えたいと思ったときに、運勢を変えられる生き物なのです。運勢を変えるかどうかは私たちの自由意志にかかっています。どうか今回あなたに教えた魔法の言葉で、自分の中にいる神様を信じてください。そしてあなたに備わっている素晴らしいパワーを思いっきり出してくださいね。あなたが最高の幸せをつかむことを私は心から祈っています。最後に、私は神です、あなたも神です、みんな神です、はい、終わりです。